し。本当？面白い。じゃあさ、ソフトクリームありがとう。そう、今までね、オーディションの時とかはなんかね、センター分けでいたんだけど、初めて。一回ね、全部ヘアバンドでこうやってね、あげたことがあったんだけど、あれ変だったよね。ここをさ、こうやってさ、こうしたらさ、なんかめっちゃ綺麗になりそう。たすびラーニャさん、ゆきさん、ありがとうございます。かき氷とアイスクリームありがとう。受験さんの渡辺さんのアピです。よろしくお願いします。13歳です。中学2年生です。こちらもほろぼたぶちってよろしくお願いします。ありがとう。横髪ないとね、横髪あった方が可愛い。これがね、ちょっと多すぎるので若干こんな感じ。ここで分けたらちょうどよくない？なんかこういう場合ってなんか横に多かった方がいいのかな。若干薄め、こんな感じ。もうちょっと少ない、このままでいい。こんな感じにして、あ、可愛いじゃん、自分で言ってる。 僕が見たかった青空さん、ソフトクリームありがとう。ピーちゃんさんもありがとうございます。おぎぴさん、かき氷ありがとう。全然は嬉しい、楽しみです。私も My name is No P。 私の名前はオロクズの No P です。 ST48.25 緊急生です。よろしくお願いします。 My name is No アモロクズ No P。 イエイ。ぜひこちらフォローボタンポチッとよろしくお願いします。よろしくね。こんにちは、マダムさん、かき氷ありがとう。オーディオさんもかき氷ありがとうございます。あ、本当に面白かった、嬉しい。クラコン見て好きになりました。本当に嬉しい、加藤さんありがとう。やったー。 ありがとうございます。皆さんもこれからのアピの推しでいてくださいまし。何言ってるんだ。こんちくわー、やっほー。今日はね、まだお昼ご飯食べてないので、まあ出来上がったら後でね、食べたいと思います。いやーね、なんかこれ面白いなと思って、
面白そうと思ったのでちょっと言ってみたらそうあのキャラになってるそう無意識でした。無意識に面白いものと思ったらこらえましたのびファンになって嬉しい、ありがとう、ありがとうございます。わー、8月のツアーとトラカピオナの本日、わー、ドキドキだね。6時、めっちゃドキドキの時間じゃん。トラカピオは結構ね悲しくなったりとか喜んだりとかの時なのでね。うん、え、アスピそんなこと言ってくれたの、嬉しい。マフィの MC なわけなんかね、そう、無意識なんだよねだからなんかね、ちょっとね、ああってなっちゃったりもねすることはあるんだけど、なんかそうよくね面白いって言われる。全然ユキティ何枚でも、ムリーさん、かき氷たくさんありがとうございます。ソフトクリームもありがとう。うんねえ、 OKP さん、かき氷ありがとうございます。ポンポコポン、あきぴさん、かき氷たくさんありがとうございます。うん、のぴちゃんのライトの色バイオレットと、バイオレットって紫に似てるんですけれども、バイオレットとブルー、青ですね、とホワイト、白でございます。はい、私今年から3色になっておりますので皆様よろしくお願いします。そう、去年はね2色のバイオレットとブルーだったんですけれども、はい、白を加えましてとても綺麗なね鮮やかな色になるんじゃないかなと思って今回白を入れました。すごくねやっぱ公園とかでよくもうね皆さんが、たくさんの方がねバイオレットとブルーとねホワイトにしてくださってるおかげで、すごくねやっぱ遠目から見てもいいわ、やっぱ3本って分かりやすいし、全部異なってる色だし、なんかすごく綺麗な色だなって思ったので、ぜひ今ね2本だよって方はバイオレットとブルーで、そしてねまだ3本持ってるよって方はホワイト加えてみていただけると嬉しいです。ホワイトね間に入れるとねすごく綺麗になりますので、そう、マーピ会の方は、ピッピ会の方はね、なんかそう、3本って持ちにくいっていうのがあるので DIY をして、はい、工夫をねしてます。なのでもしノーピ会の方、 PPP 会の方に会った場合はで工作 DIY してるなっていう方を見かけたらぜひ声をかけてみてくださいそして教えてもらってくださいませちょっとねなんかよくね公演終わりとかに集まってるらしいので、はい、うん、あーなんか久しぶり、確かに獅子さんのライオンさん、マックスさん、たくさんのかき氷ありがとう。広島港のパセリさん、シンジラングレーさん、アイスクリームとかき氷ありがとうございます。こんにちは。日本しかないときはバイオレットとブルーで全然大丈夫です。こんにちは。やっほー、ぜひ。なんかすごくね簡単な DIY っぽかったです。お話し会がね、そう、教えてもらったんですよ。リーシャに言ってるやる
あのD社に売ってあるものだけでできるらしいので、まあ、D 社っていうのはなんかあのこの子とかがねあの置いてたりとか、わーそう、あとねなんかね新しくねこういうのとかがね出てたりとか、ね、これね夏にすごく最適なんじゃないかなと思います。涼しくなります。ここ扇風機ついてるんでここ回せばめっちゃ自分も涼しくなるし、あのライブなんかねなんかライブの時暑いなと思った時とかも快適に過ごせるのではないでしょうか。このぐらい風量強いので、はい、おすすめです。このネックは私ね、そうグワっていう、はい、グアを集めてる人なんですけれどもあのピピピっていうので、まあアヒルになろうかなと思って、そうアヒルを結構集めてます。そうなんですよ、そうなんです、はい、そうなんです。ということで皆さんもぜひグアになってみて。この間ね、見てグア見つけたからね、そうお祭りの時だったかな、お風呂で遊ぶやつかな、これは多分だけど、を見つけたのでちょっとね何かするとねもらえるやつだったんですけど、グアを持って帰ってきましたね。若干アヒル口にしてこうやって笑うとよく千葉エリーさんに似てますと言われますこらやめなさい。うん、手動なんですけど、うん、おーいや、そうなんだ、いってらっしゃい、ひろさん、むいちさん、かき氷ありがとうございます。わかか扇風機になります。これはね電池いらないです。全く全部電池いらないものとなっております、私の集めてるものは。なのでそう大丈夫よみんな。おーおお、設定涼しいぞ、涼しく出さそう、めちゃめちゃ涼しいです。あのねこれね音でわかる涼しさ、涼しいので皆さんおすすめです。はい、しかもねノアピグッズってすぐわかるしね。こんな感じです。よいしょ、こんにちは、電動にねなんか DIY してできるならばなんかいいかもですねピピアヒル隊長持ってるよ。しかもね奇跡的にねアヒル隊長ね、そうこの間ガチャガチャしてアヒル隊長を当てたんだけど、その時奇跡的にね黄色当てたんですよ。まさにピピピじゃんと思って、マジすごいと思った運命だよ運命。うん、あ本当にひとしさんありがとうございます。水はね出ないのよ。ねえ、あぜひぜひ熱ノアピが熱がってる時は皆さん扇風機をノアピに向けていただけると
ちょっとね、公演中に回すとあれかもしれないね、うるさいって隣の方に言われたりするかもしれないので。そう思うの分かんなそうだけどね。だってグアでさえも全然分かんないから、会場に入っちゃうとわーってやつね。まあ多分大丈夫でしょう。おもちゃではあんま遊んだりはしないかもな。昔は結構遊んでたかもね。うん、アヒル大帳、そりゃもちろんね、ナビは PPP なのでね、アヒル大帳知ってますよ。めっちゃいいですね、ありがとう。ギャン、平成のギャルって感じしない？そんなことないか。ギャン超可愛い、遊びたい、可愛い子がいい、ギャン。ちょっとね、まあ追い出されないように気をつけてください。 Keep watching even if don't understand. Oh?意味分かってないかもしれない。アンダースタンドは分かる、ウォッチングも分かるし、キープも分かる。このね、部署つながった時の Even if don't understand っていうのが、 Don't understand のは分かる。どんな意味だ。マチさん、アイスありがとう。ああなるほどね。うん、本当に神回だった、やった。 What are you doing? I'm、そうね、 I'm speaking now。 いや、それはそうなんだよ。分かってることだ、それは。 I'm speaking now。 What are you doing? って言われるぞ。とりあえず今喋ってる、息吸ってる。しょうもない。 Yes, I'm speaking now. Yes, thank you for coming my show。みそかちさん、シーさん、かき氷とアイスクリームたくさんありがとう。うん、似てるよって意味だと思うね。ありがとう。テクノカットさんも、かき氷ありがとう。うん、たとえ、なるほどね。たとえアンダースタンドできなくてもってことか。なるほどね。意味をそうやって、ありがとうゆずきさん教えてくださって、多分今はので分かったわ。なるほど、 Thank you、 ありがとう。キムさん、かき氷たくさんありがとう。たとえ私が理解をしてなくても私は視聴を続けますみたいな感じじゃない。イノさん、ありがとう。そう、やっと意味を理解できました。私は今のたとえ何々でもっていうので。ひがなやさんもかき氷ありがとう。おもちさん、かき氷ありがとう。ごめんなさい、氷の音がうるさいです。100回目の方もありがとうございます。They do this kind of joke and attempt to make I was still learning Japanese. Oh! Japanese learning するの?嬉しい! I will start learning English.
Thank you。 なんて、な、何カツオ、あ、な、な、生カツオ、なんだ、なんだ、さ、しんさん、山田さん、だるまさんとかき氷ありがとう。たくさんのだるまさん、しんさんありがとうございます。I was studying, start running English。 私は生活音ね、なんてと思ったなんだ生活と思って生活ねびっくりした、生活音ね。確かに今ね、お母さんがねご飯作ってくれてるので、え、もしかしてだけど、もしかしてだけど、もしかしてだけど、ちょっと分かっちゃったかもしれない、お昼ご飯Oh, have a nice day。 ピピピピ、うん、分かつ、 Oh yes, oh yes じゃないわAre you at an event? No, event ないよ。今ね、水を切ってました。水で何かを切ってました。あ、水でね、カットするわけじゃなくて、水で、まあ湯切りみたいな、そばみたいな感じで。氷も入れてたの、多分、ね、冷たいものでしょう。うん、思ったぜ発音だけ発音はね、無駄にいいんですよ。なぜでしょう。ちっちゃな頃から優等生、気づいたら大人になってた。ナイフのような思考回路、持ち合わせるわけもなく、でも何が足りない、何が足りない、困っちなうのは誰かのせい、ここの歌詞わかんないわね、それもそっか。ダダ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 、これね、最近私の中で流行ってるの。この頃ちょうどみんながめっちゃ歌ってて、で流行りに乗れたんですよ。はぁ、うせうせうせはあなたが思うより健康です、一切が細胞ようなあなたじゃわからないかもね、あーつまらねえ、なんか引き返せるんだそのメモリー、うせうせうせは頭の出来が違うので問題はなし。だーだーだー、ゆずきちゃん氷ありがとう、のれありがとう。いやーね、一回流行ったのでちょっと覚えたんだけど、そっからまた今流行りだして、あ、できたの顔嬉しい、ありがとう。待って、キュウリないできた卵と、これ何、鳥、卵と鳥待ってはい、とりあえず卵と鳥ができましたの冷やし中華、キュウリがない冷やし中華始めました、かき氷始めましたみたいな、あれだね、ポエムみたい。イエーイ。そうだね、チキンと卵の冷やし中華。
美味しそう。いただきます。トマトもないね。確かにって言ってる。緑と赤がないですね。じゃあいただきます。だからなんか変なのね。お母さんはズボラですか。いただきます。そう、手作りなのでいただきます。麺類吸えない人なんです。麺類を吸えない人なので、私ねダメなんです。篠原くんさん、かき氷ありがとう。美味しい。あ、めちゃめちゃ美味しいです。ちょっと味見したので、そっからみんなに食べさせます。大褒美さん、かき氷ありがとう。やっほー。タレはね、かかってますよ。しっかりとタレはかかってます。じゃあみんなにはしょうがないな、鶏も乗せてやるよ。はい、あー、ハムハムハム、はい、おいしい。冷やし中華、ついこの間も確か冷やし中華食べたよね。お母さんはね、最近ね、私が配信しててもね、なるべくね、いつも声出さないようにしてもらってるのよ。声を出すようになってきた。なぜなぜ。おいしいね、手がかかるのでね、優しいよね。ごまがる？うん、そうだね、ごまだれだね。さっき見た時ごまだれって書いてあった気がする。少ない本数なら吸える。ちょっと多くなってくるとね、吸えなくなっちゃうんです。だからこのぐらいになってくると吸えない。去年の夏もすする練習した気がする。美味しいですね。うまし。吸えない人なんです。美味しいですよ。
べますか。食べた。美味しいです。一応毎日ストレッチと柔軟おへそか柔軟と筋トレは一応ね夜してます。青森からさんありがとうございます。分からん。ちょっとね吸えないので。吸い方が分かんないんだよねうん鳥うん頑張るぞ。私ね弱い筋トレもあったりするんですよ。だからねよくサボりがちになっちゃう。嫌いだから学校体育で毎回やるのよ。準備体操の時10回だけ。涼しいです。人間だもん。おまだる。ごめん、ごま、うん、うん、噛んだ。ごまだれ。ね。あ、嬉しいね。私ねあのよくあるさネズミと猫が追いかけるあのおいジェリーが好きなんですけどあるじゃないですか。あのそういうねアニメがそれ見ててガム食べてジェリーがあの口笛出せなくなったっていうのを私ね今でもずっと信じてるんですけど私ねそれを見てそれまでちゃんと口笛できてたんですよ、うん、そしたらガム食べた時から口笛が吹けなくなりました。本当にびっくりしてます。私もほら出せなくなってきてて、そうガム食べてから本当にいや私は口笛できると思って言ってもできないんですよ。完全にできなくなりました。皆さんはガム食べて口笛まだできますか？できないんですよ。私もともと口笛得意です。
口笛ね、いつもねヒュー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 やってたらその日からできなくなったの。ソフトクリームたくさんご報告ありがとうございます。できるんだ。そう、それ以前はできてたのに。だからほらすったら意味ないよね。それまでタブカム食べたことなかったの。確か小1とか小2ぐらいの時にそう、それを見ていや本当かなと思ってそんなことないっしょって思ってて、そしたらできなくなったんですよ。あ、なんかね海苔とかね接着剤はついてなかったっぽいです。もうジェリーのやつはトムトムとジェリージェリー。幼稚園の頃とかよく吹いてました。コーンピさんありがとうございます。かき氷ありがとう。ということでもうそろそろ45分ね経つので終わりたいと思います。とっくの通り15分過ぎてました。美味しかった。またね続きは配信終わった後に食べたいと思います。はい、今日も美味しいご飯お母さんありがとうございます。休みはお母さんの美味しいご飯が毎日食べられる。そう、晩ご飯もねお母さん作ってくれるんだけど、お昼にねなかなか夏休みとか正月とか以外あんまりさ食べることの機会がないからね。夏休み嬉しいですね。お母さんはね嬉しい、あーって棒読みです。夏休み、いや夏休みって暑いからね。では歌って終わりたいと思います。夏っていう曲か。夏で心はつい全然眠れないよ。エネルギー余ってる。勉強スポーツ部活だけじゃ疲れないよ。パワー全開。恋でもおところが周りにはときめくこともないし、月に向かって吠えるだけ。アホー取れない少女は不可能なことはない。ワンツースリーでだ駆け巡るアドレナリン。今なら空だって飛べる。今何をするべきかさ。ワンツースリーでじゃん歌って踊れを。ああ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 あ
突然街を全力で走ったりを叫んでみたくなる。家族も仲間も猫もみんなダメだった。では団長のお礼をさせていただきます。 STU48 のライブ and you can watch dmm.com で見れるよ。First is David さん、あ、間違えました、ごめんなさい。First is GoGo さん、ありがとうございます。同じマークだった。ありがとう。ありがとう。そして、マツさん、ありがとうございます。フォーティーズ、シンゴさん、ありがとうございます。フィッツ、ゆずきちさん、ありがとう。エンディシックス、ツキーバーガーさん、ありがとうございます。セブン、クルミナルさん、ありがとうございます。エイト、シンゴさん、ナイト、スノハラクさん、ありがとうございます。テッツ、シンジ君、ありがとうございます。リムイズ、僕が見た方、星田さん、ありがとうございます。トゥーブイズ、ユナさん、ありがとう。セデリイズ、デイビッドさん、ありがとうございます。はい、ということで本日皆さん配信ありがとうございました。また今度。お久しぶりです、ありがとう。月に向かって向かって叫ぶだけ、あうー、思春期のアドレナリン、少女はいつだって最強、不可能なことはない、ワンツースリーでだ、歌って踊れを、おおおおさあ、はい、おおおおおもっと、おおおおおお急げ力を試すんだ、急げ切れるぞ賞味期限、何かやらなきゃもったいない、正義のために行け、今だ進め見せいね。はい、ということでバイバーイ、ありがとうございました。 See you。またねー。